映画ドラゴンボール Z、 この世で一番強いやつを見たよ。まあ、ついになんかあのおなじみのなんかサブタイトルが突き出してきた、うん、なんかドラゴンボールの映画らしいタイトルが来た。でまず言いたいことはね、あのご飯の歌やね、うん、ピッコロさん大大のやつ俺もなんかもう全然覚えがなくてさ、何この歌みたいになっちゃって、あの前作も同じようにねご飯が歌歌ってたからさ、あのこれなんか定番化させる予定だったんかなと思ってね。でもって大大大好きって言いながらさ、あの流れてるあの映像がさ、あのナッパに殺されるシーンなんだよねなんか大好き言いながらなんかナッパに殺されるシーンが流れてて、ね、ちょっと面白かった。もうなんか歌がすんげえ軽いのにさ、流れてる映像はなんか悲痛なの。面白すぎるよ。このシーンとかね全然見覚えがなくてさ、えって俺この映画見たことなかったっけと思ったんだけどね。見てたらさ、ピッコロがウィローに操られて、なんかあの金色のなんか装置を頭につけられてるとかさ、あこれ見たことあるみたいな結構ね、金色の頭つけられたピッコロのデザイン好きなんで、まあ割と早く終わっちゃったけど操られるし。だってね、やっぱね、後半、ドクター・ウィローが作ったね、なんか戦士たちとかさ、との戦い、と、悟空との戦いはさ、やっぱりなんか、かっこよかったしさ、見てて、やっぱね、なんか肉弾戦はいいね、みたいな。見応えあるわって。でもって、ドクター・ウィローがね、ロボの姿でさ、戦い出すところもさ、かっこよかったし、いや、後半ね、すんげえ、あっわあ、これ、覚えやるみたいな。てか、俺、ビデオで持ってたわって、最後らへん、もう前半が全然覚えがなくてさ、後半だけがなんかすんごい覚えがあるんだよね。クリリンにこう、手をなんかガトリングガンにして、なんか、打ち出すコーチンとかさ、うわあってもう、懐かしいシーンだらけだ、みたいな。いや、なんで前半、まあ、きっとあれなんだろうね。後半しか見ないような。後半しか見ないような、昔だったんだろうね、これ。前半全く見てなかったんだろう、きっと。だから後半がね、なんかもう懐かしくてね。やっぱね、元気玉エンドよ、これも。元気玉という、劇場版で最も活躍する。いい終わり方。ウィーローも強いしね。いや、ほんと、ほんと強えんだよな。なんか、倒した後にさ、なんか、まあ人間の欲望がある限り、第二のドクターウィーローが、みたいなナレーション入るけどさ、本当にこの世界の科学者、インフレについてくるからな。インフレについてきて、なんか、ちょっとトップレベルの強さを維持するから、ほんと厄介なんだよな。いつまでも。科学者ほんと強いよな、ドラゴンボールの世界。いやー、面白かった。うん。懐かしさがあった。